レッドライン特設サイトをご覧の皆さん、どうもアンリミッツです。こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。どうも。ギターボーカルの清水陽子です。ドラムボーカル郡島陽子です。はい、今回なんとレッドラインの、はい、10月13日、はいはい、日曜日に恵比寿リキッドルームでアンリミッツ出演させていただきます。ありがとうございます。10連ちゃんのリキッドルーム 10 days、 10連ちゃんっていうことで10連ちゃんの3日目ですね。うん、すごいですね。すごいね、10連ちゃん。大きいライブハウスでマクシムが、謎の外国人が、謎の外人がね、はい、張り切って やっちゃうわけですよ。はい、まあ、レッドライン、アンリミッツこの間いつでしたっけ、仙台マカナにもレッドラインツアー出させてもらったんですけども、はい、今回2度目のレッドラインツアー出演ということで、ありがとうございます。意気込みの方はいかに。いや、だってもう意気込みっていうか、もう髪をそのために赤くしましたし、メガネも赤いメガネ買いましたしもうレッドラインのためにバンドやってるようなもんなんでですよね。はい、うん、それぐらいかけて。そうですね、はい、もちろんやってるんで、はい、ぜひぜひアンリミッツ見逃さないでください。よろしくお願いします。ではレッドラインツアーで会いましょう。バイバイ。